メバナオバナ構造は、クワカの植物で、ヒメ構造とカジノキの雑種である。和紙の原料としても使われている。ただし、ヒメ構造の別名を構造とする場合もある。構造は、高さ2から5メートルの落葉低木で、樹皮は褐色。葉は、タンガラを持って固成する。角果は、木一五状に集まって6月頃に赤く熟す。甘みがあって食べられる。ただし、 花糸部分が残っていて、根葉月、舌触りが悪いので、桑の実のような商品価値はない。厳密には、火事の木とは異なるものであり、蝶の字を用い、火事の木には火事、構えの字を当てているが、識別は容易ではない。古代では、植物の名前も地方によって、呼び名が異なり、混同や混乱が多い。本像項目や、農業全書でも、両者の差はに、 切れ込みがあるのは、ょ、ないのは、構えとするだけで種別としては、ょにまとめられている。神朝という語の音便より、高度という語が生まれたとする説も存在しているほど、古くから和紙材料として知られており、今日でも和紙の主要原料のょとしている。ょの皮の繊維は、朝に次いで長く繊維が絡み合う性質が強く、その紙は、粘りが強く揉んでも丈夫な紙となる。 古くは、男子は、眉神とされているが、平安後期以後の男子は、男子と読まれ、構造神とされている。書の皮の繊維を蒸して、水にさらし、細かく裂いて作った糸をモメンいう。同じ字のモメンは別のものである。神道の祭事に用いられるが、後に紙で作られた、紙水も用いられるようになった。三冠地の傾斜地に栽培されることが多い。しかし、 鹿による食害などがあるため、生産意欲が減退した地域もある。日本国内では、高知県元山町、井野町、茨城県大悟町、日立大宮市などが、主な産地であるが、越前和市、美濃和市、細川上など、多くの好き手から高い評価を得ているのが、大悟町産のスチョである。世界各国の有力輸入先として、太陽国、中華人民共和国、 パラグアイなどが挙げられ、うち中国産とパラグアイ産の品質が高く、価格も比較的に安い。現在、日本国内で流通している口座のおよそ半数が日本国外産と見られている。日本では平成20年度税制改正において、法人税等の減価償却資産の対応年数等に関する省令が改正され、別表第4。 生物の対応年数表によれば、平成20年4月1日後開始する、事業年度にかかる構造の法定対応年数は9年となった。ありがとうございます。